何ですか？俺に用って。え？はあ。って言われても、俺、ボクシング部員じゃないし。エリクスじゃありませんよ。スッパリング？あの、それを言うならスパーリングじゃ。でも。お母さんだ。なんでお兄さんが二人も？貴様、一体何者だ？まあいい。貴様が偽物だろうと何だろうと、この俺には関係ないことだからな。関係を。おい、そこの俺、外見は俺とそっくりのようだが、中身もそうなのか？当たり前だが、ボクシングとは常に他人を相手に殴り合う格闘技。自分自身と戦うことなどありえない。だが、今俺の目の前には俺自身がいる。つまり俺は、初めて自分を相手に戦うことができるのだ。そうだ、よかったらこの俺と拳を交えてみないか。この通りだ。この俺とぜひ一度戦ってみてくれ。ありがたい。さすがは俺だ。やめた方がいいですよ、お兄さん。なぜだ？だって見るからに怪しいじゃないですか。いてくれは俺と一緒だ。お前が心配する必要はない。でも待たせたな、偽物。早速始めるぞ。おう、そいつは好都合だ。貴様には俺と同様、いな、それ以上の力量がなければ意味がないからな。なんかすごいことになってる。だけどどっちが本物のお兄さんなんだ。まだまだまだ。どうした？もう終わりか？勝負はまだこれからだぞ。何？え？待て！貴様の実力はこの程度では。バカを言うな。拳を交えたからこそ気がついている。貴様には底知れぬパワーが眠っている。その力を解放し、俺との勝負を続けるのだ。意味があるかどうかは俺が決める。さあ、もう一度構えろ。そしてこの俺と極限に達するまで殴り合うのだ。来なきゃな。
なんだ、ただの飛行機ではないか。コロネロ師匠。コロネロ、いつからそこに。っていうか、お兄さんの偽物は。な、それじゃあの一瞬の間に。なんか忍者みたいに消えちゃいましたね。もうそんな時間か。師匠、また会おう。